はい、池プログラムです。じゃあ今日は、まずはフロント周りを分解していこうかなと思います。あとその他ものその邪魔な部品は全部、ね、分解していっちゃおうと思います。いろいろまた荷物が届いたのでその辺の開封動画もしていこうかなと思います。リアブレーキの、キャリパーブレーキ、キャリパータイプのブレーキも届きましたので、その辺もねちょっと見ていこうかなと思います。9ミリだ。通りフロント周りバラしましたけども、ハンドルはもしかしたら違うものに交換するかもしれないし、このレボシフト、6速のレボシフトついてますけど、今のところ9速もしくは10速に変えていくので、シフターも、交換していきます。もうそもそもね、このシフターのデザインが、こう押すタイプ、押して親指と人差し指で操作するタイプのシフターに変えていきますので、この辺も全部バラしていきますね。あとフロントフォーク、この辺のグリス等々も今どんな状況なのかを見たいので、バラしていきます。レバー自体はアルミで作ってるんだけど、根元の部分はプラスチックでできてて、こんだけガタがあるのでちょっとね気持ちよくないですよね。ブレーキをした時にもう少しカッチリと効かせるためにも、このブレーキレバーのカッチリ感をもう少し出した方がいいと思うので、これも交換です。
一応ベアリング全然、まあ中も、中の方も、サビとかも出てなくて、このまま使えるんじゃないんでしょうかね。清掃して、またグリスアップして、もう一回組み立てですね。下玉もまあ綺麗なんじゃないですかね。フォークの、隠れてる部分も特にサビとかもなくて、状態としてはまあまあいいんじゃないでしょうか。こんな感じですね。そうなの？